箱がね、カラーになってて、すっごい綺麗。この義勇さんのカード何仕様なんだろう？これめっちゃかっこよくない？この義勇さんのカード。そして渦井天元のデルトイリーが荒ぶっているぜ！鬼滅の刃、ウエアス第6弾ということで、ラインナップが全部で26種プラス、幻想霊が9種。幻想霊、何あるの9種も。めちゃめちゃ楽しみじゃん。そしてね、渦井天元、天元、天元。天元祭りという奇跡やろ、こう。めちゃくちゃ嬉しくない？で、箱がさっきも言ったようにカラーになってて、これもコレクション中のコレクション中のコレクションの領域に入ったね。これは幻想レアかも。ビレアートワークのカードコレクション第6弾で、闇夜に光る幻想レア。これは多分ね、闇、あ、そういうパーティーク、これだわ。ここに書いてた、横にあるから、おそらく、天元も、そうか9ということは柱だ。そうだ、9で気づくべきだった。幻想霊は9、10っていうね、普通だったらキリがいい。ね、終わるはずは9だもんな。柱だわ、多分。そういうパーティーか、前、とりあえず開けよう。開けて、親指ダメしてるって言って、おぉ !1、2、3で、この3パッケージが今回は、いや、うずい、いいな、うずいのカードたくさんあるってことで、めちゃくちゃ燃えている。いや、うずいカードコレクションをさ、たくさん。で、裏にね、ラインナップ書いてあるはずなので、やっぱこれだわ、ほら。書いてるもんな。幻想レアはホログラムがきらめき、暗闇では光を放つ特別仕様になっていると。で、幻想レア9枚あるから、ちょうど柱たちの数と一致してるが、ここにも書いてあるし、でも柱だよね、絶対ね。なんかちょっと、あ、なんか変わってるかも。シークレットとかないのかな、今回。ノーマルが、まあ、ストーリーカードか、があって。おー、1話から第11話まで順番通りあんのかな？あ、あるね、順番通りね。で、レア、キービジュアルカード。テレビ、あ、アニメのシーンを切り取ってんのかな、これ。で、スーパーレア。キャラクターカード、ホロ仕様のね。わー、牛太郎も楽しみだな、牛太郎。渦井天元、すごいいるな、渦井天元。で、幻想レア。あ、やっぱ、もう書いてる柱だ、全部。で、ここに書いていない隠れシークレットも1枚とかだったら燃えるんだけど、多分なさそうだね、今回はね。おそらく幻想レアワンボックスに2枚入ってて、いや、1枚ってことないよな。2枚くらい、いや、まあ、運が良ければ3枚くらい入ってると思うけど、まあ入ってて、おこれだね、パッケージに出てた。レアリティはね、後ろに書いてある。右下に書いてあって、カード番号も、6段の12番のカードということで、カモノ炭治郎、ビッシュ編。アニメのさ、ところどころのシーンがこう切り取られて貼ってあるのがいいよな。裏はこんな感じね。表面はこんな感じ。素晴らしいカードだわ。おー。しかもメタリッキーなのがいいよね。全部箱にメタリッキーって書いてあったからさ、ここに、全種プラスチックカードでメタリック仕様と。素晴らしいね。このカード今ゲットできた。あと幻想レアだよな。幻想レアがワンボックス何枚入ってるかによるんだよな、コンプリートが。すげえ怖えな。で、柱たちのパッケージね。柱パッケージ。これ、暗闇、最後にさ、光らせてみようと思うんだけど。ドキだ、ドキ！これは、スーパーレアか。めっちゃホロだわ。背景。すげえ！ドキ、完全体。素晴らしい集合だわ、カードの。で、セリフが書いてあるね。おー、いや、アニメの、マジで思い出すね。戦いをね。ドキ、やっぱスーパーレアだ。21番のカード。すげえ、めっちゃ綺麗だ、スーパーレア。こんな光り輝いてんだね。ダキ。スーパーレアのダキ。こちらレアの炭治郎と、ネズコ。全然違うね、仕様がね、ほら。すげえ、キラッキラ。スーパーレアすげえな。いや、この分で牛太郎とか、あと天元。渦井天元もあったじゃん、スーパーレア。いや、これは多分震えるわ。早くゲットしたいな。そして、どうだ、スーポーリスコロリ。おお、天元祭りじゃねえか。最初のとこだな。天元、天元、天元。ノーマルカード、レアカード、スーパーレアカードが揃ったけど、やっぱ、スーパーレアが一番迫力ある。でもノーマルもかっこいいよね。ノーマルね。ノーマルのデザインもすごい好きだわ、これ。うわぁ、一つのね、このカードに、一枚のカードにいろんな小回りがされてて、なんか、まずボリューミーな感じするよね。で、裏面はこんな感じということでね。ノーマルカード、ゲット五輪で。で、説明がちらっと書いてあったりもするんだよね。無限列車の任務を終えた炭治郎たちは、長屋敷で余裕生活を送っていたのが、こう。
アニメのね、こう流れが書いてあるということで。よし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 。いい感じだぞ。まだまだあの幻想レアは出てないけど、この分だとすんなりコンプリート。おお、すげえ。デザインかっこいいね。この、下にその刃で、ね、悪夢を断ち切れ。すっげえ、テレビアニメ、鬼滅の刃無限列車編。ポスターつうかキービジュアルっていうか、かっこいいよね、こういう、あの、デザイン性が高いカードっていうの、あの、イラストっていうの、列車が走っててね、煉獄さん M もいて、赤座、いや、赤座強かったよな、ほんとな。煉獄さんと赤座のバトルが思い出されるわ。これかっこいいな、このカード、M。M も強かったよな、無限列車編。レア。でもレアカードもさ、あの、なんだろう、いいね、こう、なんつうの、ポスターみたいなさ、感じの、この、デザイン。部屋に貼れるもんね。つかもうポスターだよ。つかポスターだよな。ポスター、部屋に貼れるような。拡大コピーしてさ、部屋に余裕で貼れるデザインだよね。で、次。幻想レア、妄想出てもいいんじゃないかな。幻想レア。見てえな、早く。幻想レア、どーどー、幻想レアだ。絶対幻想レアでしょ、これ。すげえ。無一郎だ。一発目、無一郎。時任無一郎。これ絶対幻想レアだ。この白いとこが蓄光になってて、蓄光になってて、あの光を吸収して光るんだわ。最後に光らせようぜ。これ間違いなく幻想レアだ。GR。マジで来た。もうその出るじゃねえかなと思ったら。マジで来た幻想レア。ありがとうございます。GR 入りました。初の GR。幻想レア。蓄光仕様だもん。やっぱ蓄光仕様って書いてある。うわ、すげえ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 。無理だよ。柱全部あるしね。ということは煉獄さんも、うずいさんもあるということで。うわぁ、マジか。すげえうち、光らせるのもマジ楽しいじゃない。お!イノコ、ゼンコ、ダキ。怖いな、ダキのこの目。無惨もいるね。第3話、何者。すげえ、やっぱノーマルもいいな。第3話、何者。あと人の部屋で何してんの。でも耳から血出るぐらい引っ張るって相当痛いよな。鬼だよ、まあ、鬼だけどさ、鬼だよな。半端じゃない、それは切れるわ。で、善逸じゃなくて切れる。で、そして、幻想レア、いやー、もう一枚くらい幻想レア来ないかな。おぉ、これがスーパーレアショー、渦井天元のスーパーレア、かっこいいな、スーパーレア。やはりスーパーレアの迫力はやべえな。おぉ、ダキと、揃って、あと牛太郎も出さなきゃな、牛太郎は。ダキと天元。ダブルゲット降臨で、S レア。もう2枚も出た。ワンボックス2枚も入っとった。渦井天元。SR。裏は目はこんな感じで。でもバリかっけえな、これ。バリかっけえじゃねえか、渦井天元の。SR。これはちょっと、いや、早く牛太郎も見てえな。SR あったからさ、めっちゃ楽しみなんだよね。おお、これは N、ノーマルだね。第1話、第2話、第3話、で、こう、第6話と、こう並べていくだけでさ、アニメ一回見てるからさ、あの、思い出すもんね。ちょっとアニメ、カードでアニメを見るみたいな、アニメを思い出すみたいな感じで。すごくいいね、これ、今週を。このカード気に入ったわ。ちなみに説明も書いてあるし、いや、これいいな。ノーマル一番なんか仕様的には好きかも。うん、あの、カードの迫力はやっぱ SR とか、まあ、GR はね、これから光らせるから、まあ、それからだよね。GR めっちゃ楽しいな。うおーこの躍動感よ。このキービジュアルカードもいいな。このポスターカードっていうの、キービジュアルカード。マジ拡大コピーしてポストになるもんね。迫力。イラストが超かっこいい。3枚揃っただけでこれだからね。まだまだあるから。いや、楽しみだな、コンペ。すげえ、裏目。いや、これ、あの、結構ね、あの、ノーマルもいいと思ったけど、キービジュアルも全部いいな。全部良くない?いや、天元かっこいいね。天元のさ、あの、日リートマジかっこいいよね。これはプレバでリアルサイズの出てたから買ったんだけど、いつ届くんだろうな、あれ。まだね、届いてない。まだあの、注文はしたんだけど、いつ届くかちょっと忘れちゃって、なかなか届かないんだよね、レアカードね。遊郭編。いい感じ。よしよし、いい感じ。あと、幻想レアかな。あ、これで右半分が。終わりだ、右半分。で、そりゃかな。ワンボックスに2、3枚入っててくれたら、コンプはいけると思うんだけど、1枚だったらきつい。おっしゃ、しかも煉獄さんじゃん。幻想レア、2枚目。ワンボックスで。これ全部光るね。煉獄さんね。全部光るわ。で、後ろは月が光るのかな。おー、幻想レア2枚目入りました。うわー、これは。
赤座の野郎つ、ほんと強かったよな、赤座の野郎な。レゴさんも、レゴさん鬼になったらどんな感じのデザインになるんだろうね。ちょっとそれを見てみたいなと思うけど、レゴさん絶対ならねえよ、性格上は。で、左側。うわぁ、これ幻想レアもう一枚出た、ちょっとマジで嬉しい。コンプいける。幻想レアが勝負だと思ってんだよね、幻想レアがね。うおぉ、これは、第9話。ダーキー、牛、あ、来た、牛太郎。伊之助、善逸。上限の鬼を倒したら、第9話。おー。天元の嫁三人衆がいるね、後ろに。ノーマルカード。オッケーオッケー。いい感じ、いい感じ。まだ一度も被ってないしね。ワンボックスレイで被んねえのかな。おそらく被るとは思うんだけど、ワンボックスレイ。いや、キービジュアルカード、マジこれね、すごいかっこよかった。パッケージもこんなかっこいいんだけど、モノホンやっぱダンチだね。モノホンか、おぉ、スーパーリアだ。善逸、伊之助、炭治郎のね、あったあった、3人の SR。よしよしよし。いい感じ。スーパーリア3枚目だよね。ワンボックスで3枚も入ってた。おぉ、これ今回すんなりコンボいけるかもな。いやでも毎回さ、毎回ちょっとごめん。毎回同じバッティンだよな。毎回さ、今回すんなりだなって言って、後半苦労するから、ちょ、あんまり、騙されないようにしよう。うわ、天元、素晴らしいデザインだ。牛、いや、早く牛太郎欲しいな。絶対諦めない。牛太郎もね、スーパーリアあるからさ。第10話ね。譜面が完成した。勝ちに行くぞ。あー、ここかっこよかったよな。アニメの演出がさ、ずるいよね。かっこよすぎるよね、アニメのね。アニメの戦闘シーンがほんとやべえんだよな。すげえわ。そして、おー、来たか、これ欲しかったんだ。赤座煉獄さんのこのバトル。くわー。これ今回キービジュアルカードが俺これ一番好きかも。他の全部まだ見てないけど、多分ね、これ、俺この絵好きなんだよね、この絵。この絵いろんなところで見るけどさ、この絵かっこよくない？これ。赤座とさ、うわ、いや、いたわ、赤座が。すげえ。煉獄さんのお母さんも映ってるね。無限列車編。レア。炭治郎、ああ、ちょっと最後のシーン思い出してきた。泣きそうになる、やっぱね、思い出すとね。あそこ何回見ても泣けんよね。もう煉獄さんがさ、戦い始めたらもう泣きそうなんね。戦ってる最中にもう、うるっとくるよね。もう、おお、イグロさんだ、イグロおばない。ゲンストーリア。よし、3枚入っとった。ゲンストーリア3枚。いけるいけるいける。コンビいけるぞ。おっしゃ、イグロさん。無一郎とイグロさんと、あと煉獄さん。出てるから、3枚で間違いなくね。よし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 。光らせな、さっきも言ったけど、最後にね、一気に光らせようと思うので、最後に輝きを見て、みんなで見て終わりにしよう。輝きをね、見てね。よし、3枚入ってたか。これは嬉しいな。何度生まれ変わっても、第11話。おー、もう最後のファイナルシーンだね。約束する。ずっと一緒だ。絶対離れない。ほら、もう何も怖くないだろ。もう地獄でしょ、これ。地獄の炎の中に向かってってるわけでしょ、これ。あー、なんか、ね、切ない兄弟だってね。ブラックラグーンのさ、双子もそうだけどさ、誰かがね、もうちょっと優しかったらなんか変わってたんじゃないかなと思うんだけど、でも悪は悪だと思わない。どんな状況だってさ、どんな状況でも悪人にならない人はいるわけでさ、でも環境が違ったらって思うと辛いよね、なんかね。投げて、おぉ！禰豆子だ、スーパーレア！すげえ、禰豆子とダッキーのさ、バトルもちょっとかっこよかったよね。強かったよな、禰豆子な。すげえ、なんか鬼のデザインってかっこいいよね。禰豆子鬼スタイル。で、ちっちゃくなっちゃうのもなんかかわいいしね。ちっちゃくなっちゃうのすごい。設定加減で SR、禰豆子ね。SR めっちゃ入ってる、ワンボックス。やばっ！これマジでさ、冗談できる余裕で、あ、もう言わないでこう。うん、余裕で、ちょ、言わないでこう。ちょっと恐怖が蘇るからね。ちょ、やばいから。でも、いけそうな気がするよ、マジで。天元かっこいいね。ノーマルカードもコンプリート、もうすぐじゃねえか、これ。あとは幻想レアを徐々に仕留めていって、全身コンプリートってことかな。で、残り2パッキー。これ入れて2パッキーでワンボックスが終わりと。うひょー、来たー、かっこいい、キービジュアル。もうポスターだよね、完全にね、これポスター。ポスターにできるよね。拡大コンビして貼れるよな。かっこいいな、天元の上腕二頭筋が。
これはいいわ、かっこいいかっこいい、キービジュアルカードすごくいい。そして最後ね、ワンパッキーということで、今回箱もカラーになってるからね、いや嬉しいな、箱カラーって毎回白黒だったのにね。おお、まっすげえ、4枚入ってた。白須川さぬみ、これは嬉しいわ。幻想量4枚ワンボックスに、めちゃめちゃいい感じに出てくれた。いやこれコンマジですんなりいけそうな気がする。まず幻想量がね4枚ワンボックスに4枚も入ってて、1枚もかぶらず、しかもでスーパーレアも1枚もかぶらず4枚も入ってた。そしてキービジュアルね、キービジュアルもこんな入ってた、すごくない？5枚も入ってた。いやーかっこいいね、キービジュアルね、ほんと全部いいわ。ほんと拡大コピーして貼りてえガチ。やべ震える、すげえかっこいい。そしてあのノーマルのね、話のストーリーのカード、話のカードが残り全部こんなに入っとった。めっちゃドキドキしてきた。いや正直これいやこの箱では無理だけどさ、次の箱でもしかしたらいけるんじゃないかっていうこのドキドキ感。いやでも毎回な、毎回そういうのに騙されてるからな、ちょっとあのダメだね、油断しないぞ、俺は油断しない、騙されないぞ。あの6箱でもギリだと思って開封しよう。6箱だとしてもギリだと思って開封していきましょう。お第6話あ第8話これ出てないよね。天元様かっこいいね、やっぱり天元様炭治郎、素晴らしいカードになってるよこれ。集結ノーマルカード、牛太郎、牛太郎もね、SR もまだ出てないから。いや、ほんといいな、素晴らしいわ、このノーマル。まあ、8話出たから、あと、2話と4話と7話でコンプだ。2話、4話、7話でコンプ。8話もね、埋まったから。よしよし、いい感じ。一発目から持ってないカードが。この、いや、でも、あの、幻想レアがな、9があるからな、ワンボックス3枚だから、最低でも、まあ、3枚確定じゃないけど、3枚確定だったら、おっしゃー、カンロジ、ミツリちゃん。三角は必要だからな。サザンガキ。いや、でもいい感じで来てるな、マジで。ミツリちゃん。よし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 。オッケーオッケー。幻想レアもう入った。これは調子いいぞ。なんでこの調子の良さは。毎回こんな調子いい回復だったら嬉しいんだけどな。毎回。あー惜しいな。初カーブにだね。キービジュアル。キービジュアルであと1枚でコンプなんだけど、これの2枚目。リシ編の2枚目、これ丸1だと思うんだよね。だから丸2の方が、これ丸1かな、ちょっとわかんないけど、番号はね裏に書いてないんだよね。これ番号あの16って書いて、こっちの裏に書いてなくてさ、番号だからどれかわかんないんだよね。あの天元炭治郎、炭治郎天元もこれあのわかんないから、両方出たらまあうんあのゲットってことで、ちょ番号書いててほしい。あの前まで書いてあったのにね、前書いてあったよね、番号ね。なんか、番号書いてないんだよ、今回。だからちょっとわかんないんだけど。いや、かっこいいね。何枚来ても OK だわ、第1話。ありがとう、ノーマルカード。まあでも、200個目だから被りまくるような。それはわかってる。うん。だからどんどん行こう。どんどん回復してって、持ってない。うおー、よし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 、埋まったわ。あのね、SR もね、渦井天元、渦井天元、2つ、あの、2枚あるんだよね。で、どれがどれだか、あの、番号、渦井天元、渦井天元、今あって、どっちがどっちか分かんなかったんだけど、これであの番号が分かるから、これ番号どっちだ、19番の方だね。オッケー、これで渦井天元コンプリート。かっこ、マジかっこ、バリかっこよくない、マジ渦井さん、ド派手にかっこいいよな。オッケー、渦井天元これでコンペ SR。 牛太郎来ない、牛太郎これマジか。あと牛太郎とダキももう一枚あるから出さなきゃいけないんだよな。めちゃめちゃ楽しみなんだけど、キービジュアルカードも何枚被ってもいいな。いや、かっこいいね、これ、ほんと。何枚被ってもいいぞ、マジ。芸術性を感じる、このカードデザイン。素晴らしい。で、ダン。おぉ、ヒゲジの行命、やったー、持ってないのがうまい子に出てくれる。持ってない。幻想レアが。うわぁ、マジで。幻想レア1枚も被んないでコンプできたりしてね、もしかして。いやー、でもそんなうまいことあるか、そんな上手い展開あるかな。今まで一回もなかった気がするけど、今回はなんかすんなりコンプできそうな感じがするよね。よし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 、おっきく、あ、なんかいい感じかも。毎回こうだとマジで嬉しいんだけど、でも後半どうなるか分かんないからマジ油断しないで。あ、そうだ、そういえばさ、台紙見てなくない、今回台紙。ね、下のなんか書いて、毎回ね書いて、あ、ほらやっぱ書いてあったね。シリーズ初の幻想レアで9人の9人の柱を収録、光の下ではホログラム加工がきらめき、闇の中では蓄光素材が光を放つ特別仕様になっている。
まあ、あれか、カード説明か。ははははいや、早く光らせたいね、コンプしてね。めちゃめちゃ楽しみなんだけど。早く光らせたい。よし、その前にコンプ決めないといけないからさ。早く、全種コンプ決めて。いくぞ！元素にはもう一枚出るはず。おお、これが、炭治郎天元かな。天元炭治郎かな。まあ、どっちかわかんないから、もう一枚ね、炭治郎天元が、いるカード、エスレアゲットする。あ、先に書いてあった。釜の炭治郎天元だ。じゃあ次は天元渦、天元炭治郎だね。よしよしよし。オッケーオッケー。おー。後ろにも渦井さんがいるのいいね。SR。あ、待って、SR もさ、うまい声に持ったようなの来てくれるんだけど。何この調子の良さ。ウェアーズの神様が、ウェアーズの女神が微笑んでる今日。どういうことだ。キービジュアルもなぁ。ほんと被って嬉しいわ。あと1枚でコンプなんだけど、なかなか来てくれないな。まあでも他のは埋まってるから、どっちにしろこの箱ではコンプできないからさ。さっ、おー、校長忍び3枚目来た。これ4枚あるんじゃねえか、もしかして。4枚あるか。すげえ。まさかの4枚あったらどうしよう。幻想量は4枚しかも持ってないの出まくり。うわー、まだ渦井さんは出てないけどね。渦井さんはまだ出てないけど、まあそのうちこの調子だと出るんじゃねえか。もう簡単にコンプリートいけそうな、言っちゃった。出る気がするんだけど。調子乗るのがいいよな。やっぱな、調子に。調子乗ると、ね、行き詰まると。行き詰まって終わるっていうパティもある。パティだからさ、ちょっと油断はできねえよな。かっこいいな、藤井さん。マジ、被って嬉しいよな。ノーマルカードすげえいいわ。ノーマルカード何セットか被ってちょっとファイルしたいな。お、ダッキー完全体。これ持ってるね。かぶりの、ダキの完全体。よし。持ってないんだったら嬉しかったけど。あ、やっぱりこの辺から辛い展開になってくるか。この辺から、たとえ、あ、いや、嬉しいな、このかぶりは。ほんとこれかっこいいよね。俺大好きなんだ、これ。だから素手だからね、こいつね。素手。すごいよな。素手で刀と渡り合ってんだぜ。そして再生の速さね。いやー、いいな、鬼になりてえな、俺も。鬼になったら、さらに強くなる。あー、かぶったけど4枚入ってたわ、やっぱ。無知のかぶったけど、幻想量4枚。うわ、マジで。幻想量めっちゃ入ってるわ。そんなにレア感感じないね、これね。どうだ。お、かわいい、ねずこ。第11話。もう最後のね。最終話。何度生まれ変わっても、天元。よかったよな、助かったな。ねずこのおかげで。ありがとう、ねずこ。天元さん絶対死んでほしくないから、天元さんはね、天元は、渦井さんはほんと死んでほしくない。煉獄さんもな、ちくしょう煉獄さん、ちくしょう泣けるぜ。やべえ。やっぱ、ド派手に被り始めてきたな。ド派手に被ってるぜ、やべえぜ。で、これで、200個目が終了ね。はぁ、あ、やばい。やばい。せめて1枚だけでも持ってないの。おぉ、天元か持ってるけど、まあ嬉しいね。これで200個目が終了。ていうか、さっきもさ、幻想には4枚出てたよな。4枚あったよな、さっきな。絶対あったよ、4枚ね。ごめん、勘違いしてた。なぜか。4枚だよ、ワンボックス4枚だよ。4枚も入ってんだぜ。しかも1枚も被ってないっていうのが。しかも、残ってるのが天元っていうね。いやー、ちょっと待ってくれよ。やっぱ欲しいやつが、あれなんだな、残るんで、毎回そうだよね。で、スーパーレアが4枚出て、で、キービジュアルが1枚減って4枚、さっき5枚出てたからね。で、残りが全部ストーリーカードになっておりまするということで、3箱目に突入。いやー、コンプいけるかな、3箱目で。本気この箱でコンプできたら、いや、マジすげえ運いいわ。3箱だもんね。いつも6箱とか8箱でもできない時あんのに、3箱でコンプみたいな。いや、めっちゃテンション上がってきた。それでは、親指ドブシ、ラストドブシと願いましょう。行きましょう！コンプリート！頼むぜ、コンプ。とか言ってな、毎回なんかこっからな、きついパーティーなんだけど、まあ、あと数枚っちゃ数枚だから、いけるな。幻想レアもうまい具合に、あとは、誰だ？ギユさんだ。そうそう、ギユさん。天元が出てなくて、天元とギユさんが出てないから、幻想レア。いや、なんで残るんだよ、天元。よしよし、あ、やべえ、マジ苦しくなってきた。キービジュアルね。被ってくれてありがとう。何枚被ってもいいわ、キービジュアル。マジかっこいい。これ記念になるもんね。懐かしいな。あ、あったね。あの10年後とか見てね。はぁ、おぉ、ダキ、よっしゃ揃ったぞ、ダブル。これでまた、あと牛太郎だよ。牛太郎と、あと、炭治郎と、天元の、出てない。マジか、牛太郎残ったら、これでとりあえず
ダキは全部揃ったね。完全体のパーフェクトダキとね。で、あと、ダキとわらび姫オイラン。完全体じゃないね。ダキとこのわらび姫オイランのこの背中合わせ。いやー、いいわ。ダブルゲット降臨で最高だね。ダキ。だけど人間の時の名前、梅って可愛いよね。梅。つか松坂先生と同じの名前だよね。そういえばね。そういえば松坂梅。だきも梅。梅。あれ、松竹梅ってつけたいね。三姉妹だったら、松竹梅。縁起いいね。めでちゃんはちょっと、どうでもいいけど。よし、とりあえず、来た。おっけおっけ、埋まったぞ。しょっぱなから埋まった。やっぱいけそうな気がする。しょっぱなから埋まったよ。あと、牛太郎がね、来てくれれば、最高なんだが、そう簡単に出てくんねえか。いや、なかなかこのストーリーカードもさ、なかなかうまいんだよ。あと2話。2話と7話と、数枚なんだけどね。数枚。あと、何枚だっけな。あ、このキービジュアルもラスト1枚がね、埋まんないんだよね。あとさっき確かめたんだけどね、2話こう、線つけたんだけど、2話と、ああ、4話か。247が出てないんだ。247。そういうことね。で、今、ここのダキが出たから、後で線つけとくわ。で、あと、スーパーレアも2枚だし。で、幻想レアもあと2枚という。よしよしよし。なんとか、これはこれ、いけそうな気がする。え、マジ、これはこれいけるかな？サガココンボってすごいことだよね。今までのさ、展開を考えると、サガコ、コンペ、やばい。おっ、牛さん来た！うわぁ、なんで残るんだよ、天元。天元残ったわ。マジでかい。一番欲しい天元、すごくね、これ逆に。一番欲しい渦井天元が一番最後に残るっていうね。で、出なかったら爆笑でね。いや、笑えないけど、俺は笑えないけどさ、動画的にはさ、これ笑えるかもしんない。お前一番欲しいやつ出なかったやっけみたいな。嘘！幻想レア残ったんだけど、渦井さん。マジでか。待ってくれって、渦井天元。9はね、牛太郎。はい、牛太郎のな、スーパーレア見たいんだけど、なかなか来てくんねえ。強いね、牛太郎ね。あと、炭治郎と天元のカード。おっしゃ、牛太郎来たわ。噂をすれば、デザイン超好きなんだよね、牛太郎。かっこいいよな。あと、声もかっこよかったね。声も合ってたよね。牛太郎って感じです。いやー、来た。技もかっこいいしね、牛太郎ね。すごい強かったよね、牛太郎。ダキと牛太郎ね、同時に首を切るなんてすげえ難しくない？あー。死んでくれねえかな。死んでくれ、すごいな、牛太郎。よし、来たぞ。あと SR1 枚でコンプリート。炭治郎と渦井さんのダブルカードだね。いや、来るかな。今回炭治郎と渦井さんのダブルカード2枚あるんだよな。そのうちの1枚が来てなくて、いやー、これはこれ来てくれた。一応最高。とりあえず牛太郎でだからさ、あ、キャット、キービジャーのも、いや、これ被りまくって嬉しいな。これほん、この辺マジでかっこいいよね。煉獄さんと赤座のバトル。いやー、すごいかっこよくて。あ、三井ちゃん、天元かってね。今まですんなり来てたのに、天元で詰まるっていうね。なんでだよ。なんだよ、この展開。もう、やだな。ちくしょ、でもしょうがないね。ド派手に行こうぜ。ド派手に行こうぜ。コンプできてもできなくても、ド派手に行こうぜ。な。やっぱ天元様の回だからさ、ド派手に行こうぜ。あ、くそ、出ねえな。やっぱラストでこうやって出なくなるんだよな。わかってたんだけど、ちょっと望みがね。お、天元ありがとう。うずい天元、ド派手に登場。脳脇毛。脇毛がね、よし頼むぞ。やっぱ男ならば脇毛欲しいよな。脇毛欲しいよな。いや、来ねえな。くそー。キービジュアルもあと1枚なんだよ。なかなか来てくれ。やっぱな、そう、もう、ね。やっぱ強いんだよ。分かってたんだよね。もうほんとコンプですんなりさせてくれないんだよ。分かってたんだけどな。のお前コンプ簡単にはさせねえよ、みたいな。ド派手にコンプなんてさせるわけねえだろ、みたいな。くそ派手につまずいてるじゃねえか。派手につまずいてるが。頼む姫路の行為、嘘、天元出ねえんだけど、幻想レア。マジで、なんで残るかな、なんで残るかな。ちょ、これさ、もう不思議なんだけど。お、これだ、キービジュアル、これでコンペ。やったー、来たー。これ、利子編の1か2か、あ、こっち2だね、多分ね。あっちが1だと思うから、こっちが 2だと思う。番号見ればわかるけど。
かっこいいね、後ろに無惨がいる、鬼舞辻無惨、うわおぞましい。最後あんなバケモンみたいになるんだと思わんかったよね、無惨ですごかったよな。オッケーオッケー、これでキービジュアルコンプリート、ありがとうございます。よしよしよし、キービジュアルコンプできた、ありがとう。あとストーリーカードは、ストーリーカードとスーパーレアと幻想レア、幻想レア、ちょっとなんで天元残るんだよ。おお違うね、これさっき出たもんね、名前が先、あの渦井天元の名前が先に来てる方が出てない、渦井天元鎌の炭治郎、逆なんだよね、これさっき来たから。いやーかっこいいな、しかしな、渦井天元マジでかっけ、ほんといいキャラだったよな、渦井天元な、鬼滅の刃だから本当もうマジめっちゃ好き、煉獄さんも大好きだけど、煉獄さんもすごい好きなんだけどさ。おお来た、7話変貌牛太郎天元様のデルトイディ、すごいなー。オッケーオッケーオッケー、おーしよし、いい感じいい感じ、埋まったぞ、借り立てるぜ、俺はな、やられた分は必ず取り立てる、来たー、やったぜ、マジで嬉しい。あと2話と4話じゃない、ストーリーは。あと2話と4話。来た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 、追い込んでる追い込んでる追い込んでる。ただ、あと2パッキーしかないんだよね。このアゴレコンプできない。ポーマジかよ。3波コンプできんかったよ。3波コンプ決まるはずだったのにな。くそ。3波コンプ決めたかった。ごめんみんな、3波コンプ決める予定だったんだけど、できんかったわ。マジでごめん。決まると思ったのにな。で、誇張してたのな。言ったろ、幻想レア。な。天元出ねえんだわ、一番欲しいやつが出ない、出ないパティあるからね、これね、そこが怖いんだわ、マジで。やはり幻想レアはさ、ワンボックス4枚確定だね、今まで4枚出てるよね、全部ね4枚出てると思うから、4枚確定かな、幻想レアで、スーパーレアが今回4枚来て、でキービジュアルが5枚出て、で残りはストーリーカードという。あー幻想レア天元出ないなんてパティないよな。あと3箱あるから、まあ3、4、12分の1、いや出るでしょ、12枚あって一応天元じゃないってパティはないよな。あったらどうしよう、マジで、え、マジ倒れるんだが。ああ、やはりか、やはりだよな、まあそうなんだよな、やはり追い詰められるんだよな、上田スキーはさ。あー、でもこっからが勝負だから諦めんぞ。まあこのために俺6箱買っといたか、まあ、かぶりがたくさん欲しいっていうのもあったんだよね、カブリが、ウエアスもたくさん食べたいし、ケーキ、ウエアスケーキ。ただ、でも、すんなりコンプリート、たまにはさせてくれてもいいと思わない、すんなりコンプリート。頼むぞ、どうでしょう、おぉー、要は来た、オッケー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 、オッケー、熱々、あー苦しい、あと2話だ、あと2話が出れば、今夜、鬼だ、鬼の匂いだ、近くにいる。ありがとうございます。マジ一枚一枚がすごい重要になってくるよね、ここまでの領域に入ってくると。頼むぞ。あと一番なんかやばいのがやっぱ幻想レアの天元が出るかどうか、ちょっとマジ一番厳しいんだけど、ほらな、もうパティは、でもあと3枚あるから、3枚あるから、まあまあビビらず行こうぜ。この箱で出し、この箱でコンプ決めたいんだけど、ちょっとこの箱でコンプ、いやー厳しいじゃね。いやちょっと待ってよ、いいじゃん、もうコンプいいじゃん、させてくれよコンプリート、頼むって、苦しい苦しいんだけど、ちょっと頼むってマジで。はぁ、ストーリーが2話で、おスーパーレアが炭治郎と、天元変動で、白紙よ、幻想レアが天元と、なんで天元残るんだよ。君じゃあね、もう全種コンプしてるから、あとはカブリをたくさん補充してね。ありがとうと。満足しよう、ボリューミーさに。ボリューミーさに入ってないでしょ。あと2枚。あと2枚。あと2枚。やべえ。ちょっと待ってくれて、これ笑えなくなってきたぞ。ちょっと待って、これもう余裕がないぞ、俺。余裕がないぞ。何も喋れなくなってきた。どうしよう。これ本当にコンプできんかったら俺倒れるかもしれない。でも動画撮影中に倒れてもまずいからな、動画切ってから倒れないと動画切ってからちょっと倒れるかもしれない、マジで。嘘でしょ、マジで怖い、すげえ怖いんだけど。あ、これだろこれだろ、あ、来た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 、天元と炭治郎、あ、箱根、そうだ箱根にあったわ、これだろ、これ出てないもんね、そうだそうだ箱根にあったよね、これ出てなかったわ、そうの言えば。
そうだそうだ、 SR これでコンペやった、ありがとうございます。すげえキラコロのね、あーよかった、とりあえずコンプリートできたよ、ありがとうございます。さっきストーリー4話出たでしょ、よしあと1枚ここ2話で、キビジャルコンプして、で SR も今出た、押しコンプだ、オッケー、あと2枚でコンプだね、2話ストーリーの2話とゲストリアの渦井天元、なんで天元残るんだよ。しかしながら結構あるあるだからね、まあしょうがないよね、もうこれにこのシリーズに限らずさ、一番欲しいやつが一番最後に残るって今まで何回もあったから、まあもうねビビらんと、いやビビり散らかしてたけど今いやもうビビらんよ、これ普通のことだから、普通普通ノーマリーノーマリー、しゃーしゃーあとノーマル、ノーマルまさか残るなんて、ゲンストーリー埋まったこれで、やった天元来たよみんな、おーかっこいいかっこいいかっこいい、うずい天元ド派手にコンプリート決まるかもしんねえ、やったありがとうございます。とりあえずうずい天元ド派手にゲットゴーリンだぜ、あと1枚これで来るわ多分、わー4箱か、でも2箱余してのコンプだから結構勝ちかもね、いや来たわ来たわ、あと2話が来たらもうコンプだから、2話ストーリー、このストーリーカードの2話が来たらコンプいけるな、きっと出るわ、きっと出る、この箱なんか流れが違うもんな、今までとな、キービジュアルはもうコンプリートしているので、あと幻想霊も今コンプしたし、 S 霊もコンプした、あとワーストーリー、やべストーリー出るかなちょっと待って、ノーマルだぞ、ノーマルカードで苦戦して、しまいにはコンプできないパーティーなんて、ありえねえぞ、おい、許されねえぞ、そんなことは。ストーリーは出るんだけどね、たくさん。ストーリーカードはたくさん出るのだが、コンプリートか、ちょっと待って待って。嘘でしょ？そんなことってある？コンプリートできないとかある？頼むよ。さ、嘘。残り2パッキー。そんなことあるか？許されないぞ、本当に。頼むさん！7話変更、ちょっと待って、やばい、これで最後、もうないもうないつ、ちょっと待ってくれ、ふざけんなって、コンプリートさせてくれ、あーでも牛太郎の香りは嬉しい、一気に埋まったな、よしよし来てる来てる、とりあえずね幻想リアの渦井が埋まってよかった、安心した、ありがとう渦井さん、ほんとありがとう、であと1枚でコンプだから、あと2箱もあるからいけね、大丈夫だろ、ノーマルだし、ノーマルの2話、でもこんだけ開けて、未だに出てないノーマルカードがあるって怖くない？ノーマルだぜ、ノーマル。こんだけ開けてんのに、まだノーマル埋まって、一番最後に埋まるのがノーマルカードっていう。マジでか。幻想レア、あ、でも、多いから、あ、でも多いっつっても、そこまでか、あ、でも多い、多いか、多いね。数多いからか。そうだな、そう考えると、まあ、うん、まあいいか。とりあえず、あと1枚だから、いける。大丈夫、コーナーこれ、コーナーこれ出せんかったガチもうプレッシャー半端ないわ、ラスト1でしょ、ちょっと待って待って、これ大丈夫かな、頼むぞガチで、ほんといやマジでちょっとほんと頼むよ、おーこれまだ被ってなかったからね、被りは嬉しちゃったマジ余裕がない、もうちょっと待って、心臓が飛び出てきそう、心臓が8話、今なんで俺が落ちるわ、俺が欲しい。だってノーマルカードめっちゃ入ってんだよ。このワンボックスさんに、何回も見てるじゃん、内訳。見ての通りさ、すごい入ってるのに2は出ないんだぜ。すごくね、まだ出てないのが。出て、おー天元被った、やったありがとうございます、天元被りいただきました。今まで出てないよね。俺見落として、まあ、たまに見落とすパティもあるからさ。でも出てないと思うよね。この次。第1。第1はもう何回も出てんだよね。で、第2が、出てくれないんですよ、なかなか。第2が。やべえ、ちょっと待って待って。他のレア用か、レアっていうノーマルある？マジで、まあ、たまにあるけどさ。たまにあるんだけど、こういう展開を。ちょっと今日はすんなりコンプしたかったんだけど、この前だよ、この前。1話出て3話出て2話出ないんだぜ。ちょ、もうどういうことだよ、これ。この箱でも出なかったらガチきつ。終わるかもしんない。ラスト1でしょ、ラスト1、コンプできなかったらどうしようガチで、ふざけんなよ、コンプさせてくれよ、キービジュアルでもかぶって嬉しいよね、キービジュアルはかっこいいからな、しかしながら頼む、
頼むぜ頼むぜ、牛太郎牛太郎、餌嬉しいけどさ、待って、頼む頼む頼むって、くよくよ、ありがとうございます、やったー、全然コンプ。第2話、遊郭潜入天元、ありがとうございます、やっと来たわ、オッケー、嬉しい、ほんとやるぞ、ありがとうございます、コンプリートできた、シャーオッケー、次の子レベルボックス、ガイレチョルガイレチョル、イケメンパラダイス、やったー、オッケー、とりあえずコンプだ、ワンボックス残してコンプリート、全部並べようぜ、全部全部、もう間違いねえよな、あるよな、これで間違ったらマジ、よっしゃー、やりきったわー、やりきった、ワンボックスをちょっと残して全種類、やっぱ6箱ないときついんだね、途中ちょっと3箱コンプ決まりそうな感じもしたじゃん、でも1箱と半分だから、やっぱ6箱、まあ5、6箱いるな、コンプリートな、危なかったー、よかった、超ギリ超ギリコンプ、危ねえ、やっぱ3箱コンプとか無理なんだな、サーガーコンプできたらマジ天国だったんだけど、ちょっと調子乗りすぎたわ、サーガーコンプは。とりあえず、まあでもコンプはできたので、間違ってないかね、あの2回確かめたから、大丈夫、あったわ、ちゃんと。間違いなく全身、渦井天元も最後の最後被ってくれたしね。あと1箱半あるから、もしかしたらまた出るかもしんないし。いやーよかった。で、最後に、で、これ光るらしいから、光らして終わりにしようという、待って、すごい楽しみじゃない？蓄光タイプだからさ、あの光を吸収させるとね、暗闇で光るということなので、光らせて、ちょ、あのカードの場所変えるか、ちょっとあの、場所もね、変えて、こんだけ貯めれば大丈夫かな？光を吸収しまくりの、からの、からの、行くぜ！どれぐらい光るか、ポチッス。おー、ほう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 、あ、ちゃんとキャラクターわかるね。ちゃんとわかるわ。あの、全然わかんない。あのぼやーってなって分かんないと思ったんだけど、ちゃんと煉獄さん、渦井天元、キャラクターがはっきりしてる、すげえすげえ、あ、結構明るいね、まあ貯めたからね、蓄光タイプパワーを貯めまくったからね、もっともっと貯めたらもっと光るのかな、蓄光タイプだからさ、蓄光タイプ貯めれば貯めるほど光るんじゃねえかなって思うんだけど、よし、じゃあ最後はこの光り輝き具合を見て終わりにしましょうかな、ということで今回は鬼滅の刃ウエアスね、第6弾の開封デビュー動画でした。みんなもぜひね、欲しいカード、推しのカードあったらぜひゲット。あの、今回あの幻想レア、やっぱかっこいいから自分の柱、好きな、推しの柱、好きな柱が、ね、あの、この暗闇で光る、最高だからさ、ぜひね、ゲットしてみて。俺はノーマルで苦戦したから、ノーマル注意と言っておく。ノーマルの、ね、特に2、第2話がね、すげえ苦戦した。行くぜ！ドン！おー！かっこいいな、やっぱな。光り輝き具合がすげえわ。次回の第7弾も楽しみだね。第7弾、どんなレアが来るのか。今回幻想レア良かったの、幻想レア。次はどんなレアカードが来るのかめっちゃ楽しみだね。次は第7弾の開封デビュー動画でまたお会いしましょう。